公益社団法人日本アロマ環境協会は1996年に設立された日本アロマテラピー協会を母体とする2005年4月1日に設立された公益法人である元環境省所管植物に由来する精油を使った西洋の民間療法アロマテラピーの普及と発展個人法人会員の活動支援サービスの拡充を目指し アロマテラピー検定等各市民間資格の認定や資格取得ができる認定スクール制度の運営を主に行っている。また、イベント、セミナー、シンポジウム、アロマテラピーに関する委託研究などを実施している。安全なアロマテラピーを実践できる人材の育成アロマテラピーの正しい知識の普及並びに、専門人材の育成のため各種資格の認定を行っています。 資格認定制度認定スクール制度 AEAJ の定める標準カリキュラムを採用し AEAJ 独自の条件をクリアした認定スクールでアロマテラピーを実践的に学ぶことができます。認定スクール数認定教室680教室認定校176校アロマテラピーアドバイザー認定校176校 アロマテラピーインストラクター校175校、アロマセラピスト認定校143校、認定スクール制度学術調査研究アロマテラピーのさらなる発展のため、アロマサイエンス研究所を立ち上げ、学術調査研究を推進しています。アロマテラピーに関する研究の実施、関連文献の調査、アロマテラピー学雑誌発行研究費助成制度、 研究調査サポート制度史実報告サポート制度 AEAJ 表示基準適合声油認定制度安全なアロマテラピーの発展と消費者保護の観点から声油ブランドを対象とした認定制度を設けています表示基準の認定であり声油の品質認定ではありません認定声油ブランド数 70AEAJ 表示基準適合声油認定制度 アロマテラピーボランティアアロマテラピーを通したボランティア活動の普及に取り組んでいます。ボランティア勉強会の実施、活動支援復興支援プロジェクト環境カオリスタの普及植物やその香りの恩恵、地球が現在抱えている諸問題、身近なエコアクションなどについて学び、実践する環境カオリスタの普及を行っています。環境カオリスタ検定教育次世代を担う小中、 高校生に自然の香りの大切さを伝えるため、香りの教育イコール、雇育を展開しています。広育広域の非普及啓発イベントアロマ環境の保全、創造、活用を目的としたイベントを開催しています。AEAJ イメージフレグランスコンテストの開催環境省主催、緑香るまちづくり企画コンテストの共催活動サポートアロマテラピー活動実施のための 様々な支援を行っています。アロマテラピー保険制度、AEAJ 学校教育サポート制度、AEAJ ボランティア活動支援制度、各種パンフレットの発行、無償提供求人情報の掲載、メール配信の実施アロマ関連情報の提供会員優待サービス各種、会員優待サービスを提供しています。期間誌、AEAJ の無償配布 AEAJ 発行書籍、 DVD の会員割引販売、AEAJ 主催イベントへの参加優遇、会員限定イベント法人正会員のショップサロン、スクールなどでの会員優待サービス認定教室認定校、法人正会員を対象に、次の3項目の遵守を条件に正御ブランドに、所定の認定証を発行している。あくまで表示基準の認定であり、 成分分析表の提出などは行われない。表示と商品の中身が一致しているか、100%天然であるかなど中身は審査されず、精油の品質を保証するものではない。精油商品に定められた精油製品情報が整っていること精油商品に定められた使用上の注意事項が明記されていること協会が求める企業モラルを遵守する旨の 確認書を提出すること ABCDEFGAEAJ について日本アロマ環境協会2020年9月3日閲覧、対借対象表令は2年3月31日現在日本アロマ環境協会活動内容日本アロマ環境協会 AEAJ 表示基準適合性有認定制度について日本アロマ環境協会ありがとうございます